ミンク族がゾーン系の悪魔の術を食べたらどうなるかワンピースでは獣人・ミンク族がゾーン系の悪魔の術を食べたらどうなるのか皆さんはご存知でしょうかゾーン系の悪魔の術を食べると物や人間を動物に変えることができますそれだけでなく基本形態ハーフ形態完全な動物形態の3つの形態に変身することができますワンピースではミンク族で唯一ゾーン系の悪魔の術を食べたのはライオンとタヌキのハーフペコムズですつまり彼の父親はライオンで母親はタヌキだった あるいいはその逆だったととうことですさらに彼が亀の実を食べると彼は1つの体で3つの動物になりますしかし私たちはミンク族の通常の形態を見ており彼の悪魔の実の形態は超耐久性のある亀の甲羅を持つ亀であることが分かりますが3つの動物つまりタヌキライオン亀のハーフ形態を同時に見ることはありませんワンピースでその姿を見ることができたら視野が広がるでしょうね